はい、カボス TV ゆうじです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日も耕作放棄地の作業です。先日ですね、一番上のところのちょっと狭いところをヘイマーソーで買って、今日はですねその下の2段あるところの草刈り、ヘイマーソーでやっていこうと思います。前回ですねもうすごいホコリで体中もうホコリ丸けになってですね、この襟元からも背中とか全部なんか刈り草が入っても体中チクチクしたんですけどね、今日はあの完全防備で行こうと思います。ということで最後までご視聴よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録と高評価グッドボタンどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ今日もやっていきましょう。今日はですね、あの先ほど言ったように完全防備ということで、こういう新しいアイテム、ハスクバーナーの一番いいやつのヘルメット、これでやっていこうと思います。今までですね私このハスクのヘルメットでも一つ下のあのヘルメットを使ってたんですけど、かなりですね色褪せたっていうか色の差がということでね、ゆきおさんがあまりにも傷んでてかわいそうだということでご寄付いただきました。ありがとうございます。これねこう比べてみると結構違うんですよね。上のこの空気孔だとかきちっとあるし、フェイスシールドの結構作りがしっかりしてるっていうのがありますね。横を見てみると結構しっかりしてます。こっちはこういう風に後ろにまあ日よけだとか、あとゴミがあの首元に入らないように、これいいなと思いますね。まあイヤーマフはそんなに変わりはないですね。イヤーマフはそのままですね。なんていうかねタッチ感がやっぱりこれはいいですね。あの今まで使ったハスクのヘルメットもすごく良かったんですけど、やはりこうやって比べてみるとかなり差がありますね。まあお値段の差ですね。でちょっとかぶってみましょう。でかぶってみるとあのかぶったフィット感がすごくいいですね。まあ前のやつもこれもまあまあ良かったんですけど、こう内部の作りとかも結構違うくて、頭のところの調整もここのダイヤル式で調整できるような感じになってまして、すごく調整もしやすいですね。で中もこんな感じで、まあそうは変わりはないんですけど、すごくこうかぶった時のフィット感がやっぱいいですね。まあこういうところが値段の差になるんでしょうけどね。まあこれも非常に良かったんですけど、これかぶった感じは作りの違いとかフィット感とかやっぱ違うなっていう感じがしますね。でやっぱこれがいいと思います。これはあの夏場の日よけにもなるし、まあ、今回みたいに首元からゴミが入るっていうのも防げるんでいいなっていうふうに思います。耳の中とかも全部ホコリが入るんですけど、こうイヤーマフしてフェイスガードして突っ込んでいこうと思います。ゆきおさんありがとうございます。はい、ということで今日はですねこの新しいハスクバーナーのヘルメットで耕作放棄地の草刈りをヘイマーソーでやっていきます。じゃあ頑張っていきましょう。はい、先日はここやりました。ほぼ一旦ないぐらいですね、こうしてみると。で今日はここです、やっていきましょう。ここは2旦やります。はい、マスクしてヤッケーも着用してやっていきましょう。
はい、3分の1が終わりました。ちょっと休憩しましょう。今ちょっと休憩してたらですね、燃料がないことに気づきました。ちょっと燃料行くついでに、まあ、お弁当も買ってきて一回昼食とって続きやっていきましょう。はい、燃料と自分の燃料を入れていきました。じゃあ続きやっていきましょう。天気がすごく悪いんですよね。なんか今にも雨降りそうですけど、まあ頑張っていきましょう。
はい、ね、こっちは終わりました。こっち側がちょっと残ってるんで、こっちをやったらおしまいです。いやちょっと疲れますね。休憩しましょう。はい、終わりました。いやー今日はなんか一日乗ってたらなんかヘイマさんに酔ったな。すごくなんか気分が悪くなりました。もう今日はこれでやめます。はい、長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価グッドボタンどうぞよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。